終わる終わる終わる。え、本当に終わったこれ。ねえ、おかしいよ。駆け抜けた 84.3%。 ねえ、おかしいよこれ。この世界でしか生きられない人々がいる。これは世界において、ああシャス、ダバベルバですと呼ばれた伝説のギャンブラーの物語である。4枚目行く前に当てたいよね。負け犬のカスタムは一旦リセットして、こっちはクラスやら。お、来た。言ったでしょ、なるときは当たるんだって話よ。なるときは当たるときなんだって。おもう分かってた俺には。おもう最初から赤掘るよこれ。これは熱いやろ。上欲しいマジで。最初初手赤掘るよってなかなかないけどね。俺もだいたいいつも初手なんか緑とか、うん、そう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 ね、金いくよな。からのそっからさらにね、金の栄翔してからのもう一回ファーファーンで、あれが欲しいね、できればファーファーンって。大気中なんか強い力がこちらに向かってます。いやこれもうさすがにちょっとあっちっちコンロ点火ですねこれね。あっちち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 ちその手でぶち壊し、ああデバイスね、その手でぶち壊してください。決めろードーンって、ナイス当たった。今度さ、あとは核片引くこと、うん、核片がいるよ。核片が 30% 引くなよマジで。頼むここでふー。いやまだまだまだから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  70% だからね。いやいやファイナルジャッジでプーッつってやってくれるけ。大丈夫大丈夫、弾けてるでしょ。いや弾けるでしょやない、もうすでに弾けてるの、うん、あーほら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 ね、こういうことよ、こういうことよな。あっちっちコンロ点火でございます。さあタバコ行っていい。ちょごめんね、あの最後保留をしっかり、保留がないことを確認してタバコ行かして。うますぎ慎太郎立ち込みたい。いやこれよ、この突入率の高さがこのねインデックスさんのいいところよ。 70% 突入って結構いいモードだよ。いやお待たせしました、皆さん方よく、ここまでついてきてくれました。なかなか全然当たらない展開でね、今日はもうまずいかなと思ってた矢先、やっと先ローリングして一発でラッシュ取りました。まあさすがにね、一度 84% の無双のラッシュを駆け抜けてますんで、まあ、今回 77% なんですけども、いやこれねまた駆け抜けてしまったらこれもう確率の壁超えちゃってるんですね。18連だね俺、自分ではおそらくですけど18連ぐらいする流れだなと思いました。リアルに6連。いや12連、せめて12連はしてくんないとね。21連、いいのかい。21連しちゃうよ。はい、幻想をぶち壊す、ナイス、いってこいかい。せめて転売しようよな、うん、あ2位。いやもうな、音止まってさ、 BGM 止まってさ、3、2行くんやったらそれはガセっちゃダメだってね。うわまずい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 、うわーやだやだやだ。直当たりかバトルかな、ね、全然転売できない。あ
なになに、ゼロゾーン、これは暑いよな、これは暑いよね。ゼロゾーンよ、ゼロゾーン、なにこれ、ゼロゾーンで能力ゼロ。いや当たったね、これは当たるやろ、これ絶対当たったやろ、リベンジマッチ。いやこれあっちっちこ、あっちっちコンロ点火です、あっち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 、頼む、よし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 、頼む、おわ当たった、危ねえ、終わらないで、じゃこれはもうアタカク、これアタカク、あおってるあおってる、プッチョンシプッチョンシ、あーこれもうダメか、1500だよ、2万発出して今日5万負けた。おお何これ、おいおいおい、一瞬永遠に出続ける、永遠に出続けるやつ、いやいや、よし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 、こういう、熱い、これ熱い熱い、危ねえ、望みよ、これはさすがに当たったべ、甘え、赤の待機中まであるんだぞ、これはさすがに当たったでしょう、アルファベット、今日アルファベットおじさんめちゃくちゃ、え待って、これもしかしたら3000ある、え3000もあるよね、いやだよね、この時をだよね、ありがとう、大気の使い方が一番お上手でした、あぶねえ、パンさんありがとう、大阪行けたら行きたいなって、ありがとう、ゼロ、大阪ね2月5日ありますんで、あぶねえ、ここおしっこ行くタイミングではなかった、危なかった、おい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 、めちゃくちゃ引くやんこのラッシュ、トイレと仕事、3000取りすぎじゃない、3000 to 3000だよ、夢あるねこの台、あ、マキナミ様ありがとうございます、双方の性格の不一致で離婚が決まりました、親権は取られました、慰めてくださいおい、おいめちゃくちゃ重てえのが来たじゃねえかよお前、なあマキナミ、めちゃくちゃ重てえの来たじゃねえかお前マキナミよ、性格の不一致ね、重っぱじゃねえかお前、ただの離婚だったらいいけどお前子供を追って離婚か、めっちゃ重てえじゃねえかよおー重てえなこれな、まあでも 逆に考えよね、なんだろうな、誰も気にせずに、誰も気にせずにさ、またパチンコ行ける、風俗行ける、なんだかんだできると思ったら、なんかそれもね悪くないと思うよ、悪くないと思う、うん、2万発あと1回で本当の2万発だね、定まで2万発いくね、あ、校長、おっしゃ、ナイス。当たったわ。あ、金チャンス。巻き波もありがとう。重くてすいません。養育費は払わなくていいから、二度と子供に、お前何したらお前そんなこと言われるんだよ、お前。なあ、子供殴った、ね、ボタンに注目してください。いや、今回ボタンじゃない。あれだったな。あー風が吹いてる、マンダだ、マキナミが悲しい気持ちになってる中、俺ずっと3000引いてる、ごめん、もう二度と子供に会わないでって、何したん、子供殴った、歯飛ぶまで殴った、あマキナミありがとう、パチ屋に数十回行っただけですって、えそれで、それはちょっとひどいね、ちょっと悲しいねそれ、それはちょっと悲しいよ、数十回行っただけっつって、いやでも嫁さんの理解がなかったらな、いや巻き並み、それは謝ろうよ、離婚確定したの、いやもう謝ろう、もうちょっとしばらく本当に行かないっつって、
ムルちゃんの配信見てパチンコ行く気持ちを抑えるからね、もう一回やり直させてくれっつって、もう一回チャンスくれっつって言った方がいい。それは言った方がいい。それで離婚できるのはちょっと悲しいよ。まあ、確定です。パチ屋には行きたいです。息抜きなのでって、おマキナミもう離婚は確定したんだマキナミ何度もナイスパペリシェイシェイ、もう離婚したんだ。悲しいね。決めろ何度でもパチン。何やとこでマキナミ何度もナイスパ、ありがとう。俺の子供一緒に育てる、俺の子供一緒に育てようかね。まあでも逆に考えたらさ、もう養育費払わなくていいと思ったら、良かったと思ったらいいんじゃないの。第二の人生を歩むしかねえか。もうまあそうね、結婚前にギャンブルの理解があるかとか、そういうの大事だと思う。続くよね。よかった、トイレ行かなくて。恥ずかしながら帰ってまいりました。ぶち壊す、大丈夫、よっこい正一敬礼っつって。え、俺の予想の18連超えたな。18連もうすぐ超えるよ。勝因はタバコですね。いや久々にタバコごと成功したわ。マキナミありがとう、皆さんありがとう。不快な思いさせたスパチャならすいません。明日から自分のために全然打ってきますって。マキナミ全然不快じゃないよ。もう色がついてるだけで俺は一切不快に思わないから。色ついたやつ、色つけたコメントしたやつでバンしたこともないし、あの不快に思ったことも一切ないから、もう反省してない。いや違うよ、今こそ自分を解き放つんでしょマキナミは。あ、離婚してもう好きなだけパチンコスロット行ける、だったらいいじゃないのっていう話はな。だいたいね、考えてみたらよ、マキナミな、ちょっとパチンコ行っただけで離婚するっていうのは、これおそらくマキナミお前嫁さん不倫しとったわ。 あんま悪く言いたくねえけど、おいそんなことであの離婚するって、もう間違いなく不倫しとるわ。養育費も必要ねえっていうのはこれ間違いねえね。いや俺もう気づいちゃったわマキナミ、お前の嫁さん不倫しとったわ。養育費いらんって、お前女で一つでお金いらんで育てるってなかなか難しいけどなと思ったけど、あ他に男がおる、これは匂うな、きな臭い匂いがするよな。あ養育費いらねえとかね、あとパチンコを打っただけでやめる、あの離婚、これはちょっと怪しい、あ奇数熱いよね。ぬんぬんぬんドーン、ナイス弁当おばさんありがとう。今月3回しか打ち行ってないのにマイナス 250kpn、 きついね。マイナス 250kpn はきついね。こいつなんでこんなに出ないの。リゼロと一緒だよ、リゼロと全く同じだよスペックは。そう、子供に会うなイコール新夫に会わせたくないとも取れるな。え、俺が予想した18連は行きました、18連、今俺が予想した18連大爆発してる。こんなことある？いやもう俺怖くて変えられない今モード。そろそろモード変えようかなと思ったけど、もうこれ怖くて変えられない。このなんかいい流れを変えるわけにはいかないなと思っちゃうんだよな俺の配信。おお、マキナミどうでもよくなってきたのででかいの行きますっておいおい、いい気強く持てよ、大丈夫、いい気、このいくらでも投げれるわもうマキナミ。だって今から子供にかかるはずだったお金が全部いらなくなるんだからな。ナイスマキナミ、ナイスとベリーシェイシェイ、マキナミ大丈夫、強く持とう気持ちを。そして明日からムルちゃんの、ムルちゃんはいつでいつ何時いかなる時でもみんなに寄り添うから、男は引きずる。そう、新しい若い子、俺の配信でさ
ちょっとあの結婚相談所みたいにしよっか。ムルちゃん配信結婚相談所みたいな。え、待って、俺マジで18年で終わりそう。お隣様が当たりましたんで俺の代が終わる。俺の代終わっちゃうんだよこれ。隣に、うん、隣に当たりがいっちゃった。残念。すごい、何これ。18連でございましたトータルで、うん、5回。いやマジすごい、予想完全に一致した。巻き波リセット来ない。だけど巻き波、俺の台にリセットは来なくてもお前の人生は今リセットかけたからな。リセットかけたから今巻き波。大丈夫大丈夫、いいことあるよ。すごいすごいっつってねえ、復活見たく見えるからやめてほしいよな、ああいうレインボーは、うん、そう、俺の代にリセット来なくても巻波の人生には今リセットかかったから大丈夫。さあ、カウンターは18連、実際は13連やね。俺の配信にも結構可愛い女の子多いから、っていうか菊屋千葉に来た女の子みんな可愛かったし、ああいうね女の子となんかこううまいことね俺のリスナーさんとかねこうくっつけたらいいけどなと思う、うん、なんか音楽鳴ってる。これ音楽鳴ってるけどどうだ、熱いんじゃないのこれ。保留頼む。金、うわー緑はきつい。これはちょっと怖いけど意外に、うん、尻上がりとかあるからね。結構尻上がりあるもんね。7回先バレローリングが全部外れた。悲しいねそれは。巻波、おい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 、ま、巻波巻波全部全部4つ並んでる。ヨハネのペン来たわ。さらにおいおいし、うわでも微妙だなこれ。ヨハネのペン今んとこまだ分かんないけど、巻波ナイスバベリーシェイシェイ。ねえこんな上見たことないっつって、うーん、ピアンヌ、ピアンヌからの巻波4つ来とる。巻波が4人、ちょっと弱い。あーダメ。いやまあまあ、うわ少ない。保留変化はいるマジで。金金金くれ。うわーダメだ。テロップ変化弱めのやつだね。フィナンシェ、フィアマ、これは釣りだね。これは無理、もう保留貯めるわ、うん、あと1回で赤スパで満発ってマジで。いやもうマジだよ。これがインデックスのハウトゥーロールですね、うん、ほいーん。おい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 、貫通してたよ。え、貫通したんだけど。そんなことある？嘘でしょ。これ完全に巻き波のおかげだろ。お好き、え、マジでこれ当たるん？巻き波パワー以外に他ならない。外れのヨハネのペンだったよねあれね。まあ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 、なあ 30% 引いちゃう。いやでも話し合いした結果ダメだったんでしょ巻波は。多分その嫁さんにでも本当になんでその本当にパチンコだけが理由かっていうのをちゃんと聞いとった方がいいかもね。その他にその好きな人がおるとかね、ちょっとこの人この他の人に惹かれたとかいうのもう一切なんかその離婚の裁判とかも一切しないから本当に聞かせてほしいんだけどつって、本当に俺のパチンコだけが理由かつって、他に好きなやつがおったんやろつって、なんか他になんか結婚しようと思ってるやつがいるんつって、まあそこまで聞いとったらね、うん、去年の8月からパチのことで揉めてましたつって。去年の8月から揉めてたんだ。去年の8月から。でもそれでね離婚みたいな感じなかなかならんやな。結構なあのな1年近く揉めてんじゃん、半年以上揉めてんじゃんつって、慰謝料請求したいけど子供がいると心苦しいよなって。いやまあね、何かパチンコに嫌な思い出でもあるのかなね。
うん、分からんけど、俺にも分からんけど。いやそうだよ牧波、お前これから毎日俺が配信してるときはちゃんとコメントしてくれよ。別にスパチャしなくても、なんか死んでんじゃねえかって思っちゃうから。